この時間はアルゼンチン対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。素晴らしい熱気に包まれたスタジアム、このサポーターの後押しを受け両チームのゲームに挑みます。天候ですが現在は曇り、予報ではこの後雨ということで試合中天気に変化があるかもしれません。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。日本国国歌お聴きいただきます。続いてアルゼンチン国歌です。アルゼンチンはこの試合 4-3-3 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね、はい、特徴でもある両ウィングがどんどんサイドに開いて相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますからね、さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってきますよね。なるほど、ボランチなんですね。そうですね、この場合はアンカーですよね、はい、ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃型とひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。アルゼンチン対日本、エキシビションマッチです。さあ北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。やはり遠藤でしょうね。彼といえばやっぱり対人守備の強さです。シュート、際どいボール、まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってきますからね、意識高いですよね。マクアリステル得意のミドルシュートでした。中山、久保、さあ左へ預けて、アルゼンチンあわやというシーンでしたがここはしのぎます。また中央へ遠藤、森田、上田、久保、森田、メッシー、マルコス・アクーニャ、デパウル、クリスティアン・ロメロ、エンソ・フェルナンデス、マクアリステル、浮き球でサイドへ、伊藤、ここは下げます。遠藤、久保、中山、三笘、ここは対応します。エンソ・フェルナンデス、マルティネス、さあ左サイドへ、ディバラ、デパウル、出るか、トミヤス、このボールをカットします。裏へのスルーパス、ディバラ、上田、伊藤、さあつながるか、抜けた、
ボールがつながる、自分で行く、シュート止めた。ここは大きくクリアの対応。さあ左へ預けて、久保スペースを狙う、ボールが迫る、メッシー、モリーナ、大きく前線へ。さあ逆サイド、ディバラ、遠藤、富安、遠藤、久保、板倉、遠藤、ワイドに使ってきます。エンソ・フェルナンデス。日本としては今日は守備見ててもかなり慎重なプレーが見受けられるんですよね。立ち上がりは様子を見つつ、自分たちの時間帯が来るのを待ってるんでしょうね。どうだ、久保、伊藤、右サイド上がっていく、遠藤、今日は立ち上がり両チームとも小気味のいいテンポで試合を進めている印象です。まだ始まったばかりですけども、両チームとも悪くない印象ですよね。ここで丁寧にボールを扱う、遠藤、森田、久保、遠藤、伊藤、ボックス内上げる、ボールはクリア。ディバラ、大きくサイドチェンジ、これがつながります。マクアリステル、前半の14分を過ぎたところ、モリーナ、マクアリステル、いけるか、伊藤、上田、さあ左サイドへ、伊藤。前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。伊藤上げる、マルティネスしっかりと抑えました。森田、ボールを奪いに行きます。中心ファールを取りました。マクアリステル、今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので次がないように慎重にいかなければいけませんよね。遠藤、どうだ、クロス、ここはディフェンスの対応、サイドへの展開、冨安、久保、遠藤、守田、シュート、
もらってからシュートまでの流れ非常に速かったですね。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね。あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。中山、守田、伊藤、ここは間合いを取る。チェックを受けますが動じません。ディバラ、ラウタロ・マルティネス、これ仕掛けるか。富安、守田、三笘、守田、メッシー、デパウル、縦へのボール、このボールをカットします。三笘、守田、もう一度組み立てます。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。上田、デパウル、マルティネス、モリーナ、メッシ、モリーナ、このパスを受けてマルコス・アクーニャ、ディバラ、中山、守田、ディバラ、マルコス・アクーニャ、エンソ・フェルナンデス、遠藤、冨安、伊藤、前半29分が過ぎました。これは積極的なチェック。伊藤、メッシー、ラウタロ・マルティネス、サイドへ、モリーナ、マクアリステル、モリーナ、右サイドから上がります。メッシー、さあ中央へ、遠藤、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。メッシー、マクアリステル、三笘、久保、組み立てながら攻め上がっていく。右サイドへ振って森田、サイドを使います。丁寧に足元を使う、スルーパスを出す、三笘、スライディング。さあ日本のコーナーキック、
三笘、ボールが上がる、危ないシーンでしたがクリアの対応、来た、惜しい、クリスティアン・ロメロ、マルコス・アクーニャ、クリスティアン・ロメロ、マルコス・アクーニャ、デパウル、マルティネス、モリーナ、長いボールを入れます、足元大事にいきます、マクアリステル、クロスが上がる、日本あわやというシーンでしたがここはしのぎます、森田、このボールに触ります、三笘、うまいですね、森田、中山、三笘、今日はまだファーストハーフの終盤に両チームともスコアレスという展開、日本ボール、ここで丁寧にコントロール、どうだ、マルティネス、ここは抑えました、メッシ、モリーナ、クリスティアン・ロメロ、マクアリステル、40分を過ぎています、ディバラ、伊藤、森田、遠藤、伊藤、仕掛けるか、マクアリステル、ディバラ、デパウル、クリスティアン・ロメロ、長いボールを送ります、ここはカットします、森田、三笘、これはファウルを取られました、イエローカード、まあ早かったですからね、失敗ない気もしますよね、届きません、ここは大きくクリア、ピンチを出します、富安、浮かせてきます、ピッチ上雨が降ってきたようです、あ、降ってますね、降り始めはボールが走りやすくなるのでコントロールには注意が必要ですよね、ここで前半が終了しました、まだスコアレスです、さて北澤さん、前半ご覧になってどう思われました、アルゼンチンとしてはクロス攻撃が非常に機能してましたよね、
ですが時には縦へのパスなんかを織り交ぜて攻撃の幅を出していくのも面白いと思うんですけどもね。アルゼンチン対日本、前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ後半スタート、0対0で入っていく後半です。森田、久保、上田、シュート、いやーいい反応でした、ね、北澤さん、いい反応でしたよね、ファインセーブですよね。上田の体勢を崩しながらもシュートまで持っていきました。サイドチェンジした形、久保、さあ右へ預けて、伊藤、抜けてくる、うわー強い、これはファウルの判定。デパウル、今のファウルは注意だけのようでしたね。まあ次があるとまずいですからね、まだ時間ありますしね。守備陣クリアの対応です。ラウタロ・マルティネス、これ仕掛けるか、エンソ・フェルナンデス、エンソを狙った、トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。中山、ラウタロ・マルティネス、さあ左へ預けて戻します、これはチャンス、どうだこのシュート、こぼれます、中央、
クリア。このピンチをなんとか出します。この位置でボールを受けます。中へのクロス、エンソ・フェルナンデス。おっと、伊藤、積極的なディフェンス。これもファウルですよね。エンソ・フェルナンデス、今のは注意だけだったようですね。まあまだ時間がありますからね、慎重にならないとですよね。メッシ、ディバラ、流れを止めます。モリタ、ここでファールがありました。モリーナ、パスでつないで攻め込んでいきます。このパスを防ぎます。板倉、三笘、森田、伊藤、柔らかいボール、板倉、中山、三笘、遠藤、久保、伊藤、もう一度中へ、久保、遠藤、久保、遠藤、上田、久保、ラウタロ・マルティネス、デパウル。日本としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。エンソ・フェルナンデス、メッシ、起きましたよ。エンソ・フェルナンデス、モリーナ、モリーナ、もう一つ前に行きたい。ああ、いい展開ですね。クロスが入る。クリア。久保、伊藤、遠藤、森田、久保、三笘。さあ左へ預けて、サイドへの展開でしたが、これは合いません。大きく前線へ、ディバラ。そろそろ今日のゲーム終盤に入ってきましたが、依然0対0のまま動いていません。富安、中山、三笘、左サイド上がっていく、
クロスを入れる。ボールはクリア。マクアリステル。デパウル。マルコス・アクーニャ。遠藤。久保。裏のスペースを狙う三笘。森田。久保。遠藤。伊藤。遠藤。モリーナ、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。アリステル、縦へのボール。遠藤。三笘。久保。中山。三笘。柔らかいボール。お、いいですね。足元のクロス。デパウル。ディバラ。ここは読んでいました。伊藤。久保。さあ左サイドへ。ディバラ。デパウル。エンソ・フェルナンデス。長いボールを入れます。デパウル。ディバラ。撫でるようなボールタッチ。クロス。このボールはカットされます。エンソ・フェルナンデス。マルコス・アクーニャ。いけるか。伊藤。縦へのボール。ロメロ。マルコス・アクーニャ。マクアリステル。長いボールを送ります。上田。伊藤。うまいですね。抜きに行きます。森田。どうする。日本としては先ほどからなかなかシュートまで行けてませんけどもね。そういう守り方をされてますよね。さあ右へ預けて。さあ右サイドから上がっていく。ここは競り勝ちます。森田。
中山、仕掛けるタイミングを図る、折り返します、シュート、日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。ディバラ、日本はメンバーチェンジです。素早いパスで攻め上がっていきます。ここは守備の対応、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けて決定機につなげたいですよね。抜けてくる、日本がここは人数をかけてしのぎます。アルゼンチンとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。南野、伊藤、これ仕掛けるか、したぞ、シュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。遠藤、組み立てながら攻め上がっていく、右サイドへ振って、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けて決定機につなげたいですよね。モリーナ、もうどっちが勝ってもおかしくない試合になってきてますよね。南野、三笘、一旦前を取る、クロス上げる、アルゼンチンここクリアで難を逃れます。仕掛けるか、日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。スペースを狙う、いいボールだ、オフサイドですね。アルゼンチンとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。リサンドロ・マルティネス、いい守備です。クリスティアン・ロメロ、デパウ、ラウタロ・マルティネス、今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けて決定機につなげたいですよね。華麗なボールコントロール、丁寧に足元を使う、アクーニャ、このドリブルを止めます。日本としてはいい攻撃でしたけどもね、頭だ、止めた、危ないシーンでしたがクリアの対応、残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。このボールをカットします、久保、メッシー、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。でパウル、残ってる、狙いしましたんですがヘディングに決まりました。ラウタロ・マルティネス、ボールを受けて、この辺は人に対して厳しくいってますよね。
森田、ここはファールです。およそ30メートルというところです。マルコサクーニ、マクアリステル、あのどうです、決まった。いやー、これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。いやー、なんという、見事なラストパスからのこのゴール。いやー、いい形でしたよね。パスのタイミングが絶妙でしたね。受ける方も非常にいい飛び出しをしましたし、お互い息ぴったりでしたね。アルゼンチン、土壇場で1本抜きんでました。これはいい時間帯でのゴールになりましたよね、はい、延長戦へのゲームプランを考えなければいけない時間帯でしたから、うん、嬉しいでしょうね。そうですね。ラウタロ・マルティネス、アルゼンチンとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですよね。しっかりとゲームを締めたいところです。デパウル、ここはボールを下げる。アルゼンチン、ここは時間を使います。セーフティーになってましたよね。クリスティアン・ロメロ、ロングボールを入れてきます。冨安、このボールに触ります。板倉、このアディショナルタイム、いつ笛が吹かれてもおかしくない。さあ、アディショナルタイムは2分。三笘、守田、遠藤、伊藤、足元大事に行きます。ラウタロ・マルティネス、メッシ、モリーナ、メッシ、ここで笛です。
Thank you.